AKB48、AKB48 AK 選抜、総選挙、AKB4813th シングル選抜、総選挙、AKB4813th シングル、選抜総選挙は、AKB48 の 13th シングルの選抜メンバー選挙である。この選挙の上位21位までのメンバーが2009年8月26日発売の言い訳メイビー選抜メンバーとなった。 a k b 4 8 1 3ンスシングル選抜総選挙神様に誓って勝ちですは2009年7月8日に東京都港区の赤坂ブリッジで開催された開票イベント名である2009年4月26日に NHK ホールで開催された神公演予定初版の事情により神公演にならない場合もありますのでご了承ください で、AKB48 劇場支配人、戸田崎俊信から選抜総選挙を実施することが発表された。公職選挙法に基づいて実施される選挙と同様に、選挙ポスターが作成され、AKB48 劇場のロビーや、渡り廊下などに掲示された。また、政権放送も制作され、dmm.com や劇場公演終了後に放送された。 2009年6月23日から7月7日まで投票が実施され、同年7月8日に赤坂ブリッツで開票イベントが開催された。上位21人が選抜メンバーに選ばれ、13th シングルの A 面を歌う権利を得る。選抜メンバーのうち上位12名が、特にメディア選抜と呼ばれ、テレビ番組などメディアでの新曲プロモーションに優先的に参加できる。 22から30位に入ったメンバーは、カップリング局を担当し、アンダーガールズと呼ばれる。所属チームは選挙開催時点以上、研究生も含めた計98名。ありがとうございます。